いや、多分大人のリンクに。昔あるところに心臓とヒゲがおりました。心臓もヒゲも貧乏でいつも腹をすかせておりました。慌てて逃げ出しました。でも
ラフラノロノロこれこれヨロヨロノロノロヒゲも急いで追いかけます。でもやっぱり腹ペコで体に力が入りません。これこれヨロヨロやってきました。心臓が言いました。ヒゲに追われています。ヒゲに見つかると私は食われてしまいます。どうか私を飲み込んであなたの体の中でかくまってください。男が言いました。いやー今日は腹いっぱいだ。もう何も飲み込めないよ。向こうからまた人間の男がやってきました。心臓が言いました。ヒゲに追われています。ヒゲに見つかると私は食われてしまいます。どうか私を飲み込んであなたの体の中でかくまってください。男が言いました。いいよ。男は心臓をごくりと飲み込みました。心臓は男の喉を通り肺を見ながら男の左胸にそっと隠れましたよ。しばらくするとヒゲがノロノロやってきて猿に聞きました。ここらで心臓を見なかったかい。猿が言いました。心臓は人間の男にかくまっておくれと頼んでいたよ。ヒゲは一目散に人間の男を探しに行きました。男を見つけたヒゲは心臓を見なかったかと聞きました。男が言いました。心臓なら僕の左胸に隠れているよ。ヒゲが男の左胸に近づいてみると心臓がドキドキしているのが聞こえます。おい心臓出てこい。心臓は怖くてドキ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 。ヒゲは男に言いました。お願いです、私を飲み込んであなたの体の中に入れてください。男が言いました。いやもう腹がいっぱいだから飲み込めないよ。ヒゲが言いました。それなら心臓が出てくるまであなたの口の周りで待たせてください。男はヒゲをつかむとペタンと顎に貼り付けました。その時から人間の男にはヒゲが生え、心臓は左胸でドキドキするようになったのです。